ランド豆知識。フィンランドは英語なんですかとよく聞かれるんですけれども、いやいや英語じゃなくてフィンランド語なんですよ。ほんでその次はフィンランド語は英語に似ていますかと聞かれると、いや全く似てません。ほんならスウェーデン語、ノルウェー語、他の北欧の言語とまた違いますか？そうなんですよ。もう全く違います。なぜかというと、スウェーデン語、英語、ドイツ語などは、インドヨーロッパ語族のゲルマン語派なんですよ。でもフィンランド語は、ウラル語族のフィンウゴル語派なんですよ。そのフィンウゴル語派はほとんどマイナーの言語なんですけれども、フィンランド語とエストニア語とハンガリー語が入ってます。私はハンガリーに行ったことあるんやけど、で、聞き取れたらあんまり、こう、なんていうか馴染みがないんですけれども、文法的に、まあ似てるんちゃうかな、よくそこら辺はまあわからないんですけども、フィンランド語とエストニア語もすごい似てますよ。エストニア語は、こう私、フィンランド人にとって、すごい馴染みがあるんだけど、こう、ちょっとわからないみたいな言語なんですよ。少しね、フィンランド語のわけわからん方言みたいなもんですよ。全く同じ意味の同じ単語があったりするけど、に同じ単語やねんけど、意味が違ったりしてて結構面白いんですよ。例えば、結婚っていうことは、エストニア語でプーマというんですけど、フィンランド語でプーマは問題なんですよ。トラブルなんですよ。ここがフィンランド人が、結婚は問題ということなんですよね。という冗談がありますけど、まああんまり面白くないです。で、たまにフィンランド語喋ってみてって言われるんやけど、そこはね、急に言われたら何言ったらいいかちょっとわからないんですよ。そういう時はね、何か例文あげてください。あんまりね、豆知識やと思ったらそんなに豆知識ではないかもしれないけど、フィンランド語の存在知らない人があまりにも多くて作ろうかなと思ってたんですよ。最後はちょっとフィンランド語喋ってみたいと思います。まあ喋るというか、ウィキペディアの日本の記事から一段落をフィンランド語で読んでいきたいと思います。やっぱりおしゃれバトトゥーノスメレスイタワシアサ。シシアチェキーナ、コレアネミマン、エベネアニタポラ。オロイトエルポヒョーシスタオホタンメレルタ、エテナンイタキーナメレルタ。Maan nimen muodosta, että kirjoitusmerkillä tarkoittavat auringon juurta tai auringon lähdettä, minkä vuoksi Japania kutsutaan myös joskus nousevan auringon vuoksi. Japanin pääkaupunki ja suurin asutuskeskus on Tokio. Masaka jivun no finlandoni iwakan toyukoto. Kazoku ni mo iwareteru kedo, atashi no finlandogo ni iwakan ga aru rashii yo. Finlandogo benkyou se na akan ka naa.